再生される友情トレボイスといえば、に対するみんなの反応。天下友情トレの時一緒に頑張ろって言ってくれるカラスコなんだ。マベさんも言ってくれんかったか？一緒に頑張ろう。積み重ねていきましょう。親の声より聞いた友情トレセリフ。うんうん、コラボだね。張り切っていこう。合体技の練習だー。脳内再生されていく。ターボについてこい。じゃあ、タイマンすっか。オペラ王の友情トレボイスとかまだ誰も聞いたことなさそう。待機シャトルも聞いたことないぞ。ルドルフは SSR ないのに聞いたことあるわ。いざ神の領域へ。服の練習ボイスとかマイナー扱いだったのにいつの間にかメジャーになっちゃったな。賢さ服着たるも割と使われてたと思う。小栗の友情トレセリフ忘れかけてる。うちとやろやー。追いかけてこいよは妙に声でかくてびっくりする。ウィンディちゃんに続くのだ。ちょっと付き合えよ。SSR シャカールを脳内再生余裕なほど使いこなせてるのならすごい。追い込み因子周回するときは使うから最近はこれまた因子周回に役立つイベントサポもあったし。イベントシャカールさんにはいつもお世話になってます。張り切っていこうの掛け声、そして見慣れた胸。親の顔より見た谷間。もっと親の谷間見ろ。嫌です。環境が激変し相対的に北ちゃんの出番は減ったとはいえその谷間度はまだまだ他の追随を許さない。同じ一緒に頑張ろうでもマーベラスな方。マベさんの声、なんか癖になる魅力に気づいてるのは俺だけなんだろうな。初期からいるのに SR すらないサポカ多すぎるんよ。青春シナリオリンクだったのに結局 SR すら出なかった待機。背筋ピーンと行きましょう。ピーンクソデカボイス。一時期飽きるほど聞いたクリークの友情トレボイスは何だったかな。一緒に頑張りましょうね。根性で頑張りましょう。スピードサポか。じゃあ、タイマンすっか。あまねえ、そんなにタイマン言わないよね。レースのことタイマンって言うから本人の育成だと割と言ってた気がする。考えようによっては目当てのライバル以外は眼中にないというひどく傲慢なセリフなんだよね。チムレの藤との掛け合い好き。タイマンだ。チーム戦だよ。お願いします。カフェの友情は癒される。行くわよ合体魔法。何と合体するんですかね。北水で二人友情して月の石を生成するんだよ。レスボの関係でメイクラ環境になってからはご無沙汰だけど、それまでは毎日のように、今でも URA 育成では見る北水合体魔法。一緒に頑張って、一緒に頑張りましょうね。一緒に頑張ろ。うちとやろやーのシングレ採用は熱かった。多分一番聞いてるのは間違いなく張り切っていこう。ただで推しとトレーニング。ドロドロしたトレーニングだと思ってた。さあ気合い入れていくよ。イントネーションの癖強すぎて何回も繰り返し聞いてたら、ついに夢にまで出てきた。替え玉しましょう。うんうんコラボだね。俺たちの間に策はいらねえなっていつ聞いても熱いと思う。誰かわからなくてギムレットさんが浮かんでしまった。ずっと使ってるのに、賢さ姉ちゃんの友情が再生されない。んじゃ、やりましょっか。行くわよ合体魔法。合体技の練習だ。うちとやろやー。イミシンシリーズならカレンの付き合ってほしいなーも入れてください。さあ、価値ある時間をあげるわ。は初めて聞いた時すごく頼もしく感じた。さすがキングである。一緒に頑張ろう。トレーニングの時間ですね。最近聞かないな。それだけサポカが充実したんや。少し前に別衣装も実装されたし、もうそろそろ SSR で聞けるようになるやろ。シャカール使ったことないけどどんな掛け声なんだろう。
ちょっと付き合えよ。無課金美課金の味方合体魔法。最近友情トレ自体がほとんど起きてないな。絆マックスだが踏みたい時に全員得意外。だからホイッスルを買っておく必要があったんですね。いやそんなに玉も使ったことないわ。ご一緒にいかがですか？お願いしましゅ。 NTR 積み重ねていきましょう。その略称でその掛け声はシャレにならん。また脳が破壊されるトレーナーが生まれるのか。ひそひそ。ただで推しとトレーニング。シリウスの友情ボイス普通に格好良いよね。大輝と姉貴が思い出せない。大輝は未だに R しかないから思い出せなくても仕方ない。うちも青春初期にシナリオリンク目的で一回使ったっきりや。大輝は思い出せないじゃなくて聞いたことがない人が多そう。同じ R しかなかった会長はそれなりに聞いたことがある人が多そうだけど、SSR 実装後も特に聞く機会が増えた人はあまりいなさそう。姉貴は効率よく鍛えてやろうだね。トレ効果だけなら波の SSR より強かったし、体力減る割に微妙なイベントに目をつぶってでも青春時代はお世話になった。微妙っても成功判定なら消費に見合ったパワーの伸びに内弁慶つくからイベントもそこまでひどいもんじゃないかと。CB のボイスに打ち抜かれた。うんうんコラボだね。いつの間にか SSR ファルコの連続イベントの一つ目で地固め取れるようになってるな。グラスワンダーが思い出せないというか聞いたことがないかもしれない。持ってるんだが。グラスは努力は積み重ねてこそ、ですね。皇帝陛下のお通りだ。ド発展だぜ。苦痛こそが我が美薬。エスナが欲しいか？言ってみろ。力が欲しいか？ザーブジドやろやー。さあレッツマッスル。逆に一番誰も聞いたことがないのは誰だろ？やっぱ大輝？大輝とオペ。一周年経ってもあるしかないからね。大輝とオペとマルゼン。配布でもいいから早く欲しい。トプロ来る前はよく聞いてたウィンディちゃんに続くのだー。おう遊ぼうぜー。付き合って欲しいな。親の声より聞いた。張り切っていこう。もっと親と友情トレーニングしろ。一緒に頑張りたいからちゃんと得意トレに来て。どもどもー、よろしくです。それでは参りましょうか。張り切っていこう。なんでいつもお前だけなんだよ。私が先導します。ここまでヘリオスなしと稼働したお前ら、まだ上げてけるっしょ。マックイーン、パクパクですわ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。